はい、もう入ってますか。はい、というわけでね、今早速初めて岩手の方に来たんですけども、まあね、外に出た瞬間に急にね寒うござんして、ちょっとね今絶賛手が凍えてますよ、恐怖ということでね、まあ今から早速、ちょっとね観光していきたいなと思いますよ。平泉ってとこです。ちょっと行ってきましょう。溢れ出るジュラシックパーク感。雪。演奏会の前日に成功祈願ということで、祈るところかは分かりませんが、行ってきたいなと思いまっちゃ。大きいですね。こんにちは。おはようございまっちゃ。どうも。勉強で。はい、というわけで、今朝から、ピアノをね借りてたんですけども、まあ、ピアノ練習してきて、で今、楽屋裏みたいな感じ、なんていうのかな、ちょっとね待機場所があって、でちょっと今待機をしてます。でね、これから今現在1時ぐらいなんで、これからピアノのね発表会の、まあ、ゲストっていうことでね岩手にも来て、で岩手の先生と連弾をしてきます。でその後に僕のおしゃべりムキムキコンサートが始まります。まあね、今ねやっぱね岩手はねかなり寒いので、絶対にね体は冷やしたらいけないなとは思っております。しっかり手袋をし、カイロをつけ、で服の上にまた服を着て待機をして、本番まで待ちたいなと思いまっちゃう。どうすか今日の、まあ、ネクタイ、スーツ、あ、スーツね、わざわざね、オーダースーツ作ったのに、オーダースーツだからものすごくね、作るのに時間かかるから、ちょっとね、間に合いませんでした。で来月、ゲットできる予定です。でね、スーツもね、少しね、やっぱ伸びとるらしいんですよ。中国で生産してるらしいんですけども、そこまで教えてくれてね、スーツ屋さんが。で、なんかコロナウイルスのせいで、なんか、ちょっと伸びちゃいますって言ってたんですけど、まあ、はいって言って、待ってます。新しいスーツが来たらまたね披露します。それではバイバイ。でね、岩手は今このホテルのホールなんですけども、ホテルのホールの外はこんな感じです。まあね、街並みはまあ普通普通ですね。まあ、でもあれっすね、雪がめっちゃ降ってますね。昨日は全然雪が降ってなくて、ああ岩手って意外とね余裕で行けるじゃんとか思ってたんですけど、今日朝起きた時からすげえ寒くて、でちょっとコンビニに途中行ったんですけども、その時も異常の寒さで、なんかやっぱこうやってね気候ってこんな風に気まぐれで変わるんだなと改めて認識しました。岡山にいる時は全く一切その気候で左右されることはなかったんですけども、岩手とかやったらね結構左右されるんじゃないかなと思いました。ほら雪です。うわすごい。半年ぶりのね本番というか、まあ結構ストリートピアノではよく本番というか演奏はしてるんですけども、まあちゃんとしたコンサートみたいな感じなのはね、半年ぶりですね。まあでも今回はそこまで大きい規模ではなくて150人ぐらいなので、まあどちらかといったらアットホームで、まあサロン的な感じでやっていこうかなと思ってるんですけども、来週東京でね、まあ500人のおしゃべりムキムキコンサート with しおたんっていうね演奏会、まあ、500人の前で演奏していくんですけども、その後からねまたずっと全国ツアーで、まあ、何百人で1000人のホールとかもあるしっていうことで、ね、まあ今後もね演奏を楽しんでいけたらなと思います。まあでもね結局はどんな大きいホールになってもどちらかといったらねみんなでねワイワイやる感じの方がいいので、まあ、皆さんそんな緊張せずに堅苦しくなくどんどんね僕と一緒に盛り上げてもらえたらなと思います。まあ1000人の声でおはようございまっちょとか、でっかい声でおはようございまっちょ皆さんたくさんしてくださいね。新作の靴です。
今回からね演奏会のために、選んだ靴なんですけども、まあ、ピカピカ黒ばかり、あ、ピカピカ光ってて、まあどちらかというとマツケンサンバみたいな感じでね、まあ行きたいなと思ってるので、皆さんキラキラしていきましょう。10分前です。そろそろもう扉の裏に控えに行きます。それではバイ。チームとのお元気フォルテ君がちょっと雰囲気変えさせてもらったんですけども、マッチョ待ってますよ。来てくれてありがとうね、みんなに感謝が止まらない。涙がこぼれるほど嬉しいよ。ありがとうね、ありがとうね、本当に本当にありがとうね。良ければ次回も来てくださいね。ありがとうございました。ありがとうね、よければグッドも押せて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。